マリオ・ゲッツェは、ドイツ・バイエルン州、メミンゲン出身のサッカー選手、ドイツ代表、PSV ・アイントホーフェン所属、ポジションはミッドフィールダー。初期の経歴、編集ドルトムントのユース出身で、8歳の時から所属していた。2009年11月21日、マインツ戦に、ヤクブ・ブ・ワシュチコフスキとの交代で途中出場し、プロデビューを果たした。 2009から10シーズンのウィンターブレイクの間に、ユルゲン・クロップ監督は、ゲッセをトップチームに昇格させた。2009から10シーズンは5試合に出場した。2010から11シーズン、ドルトムントはブンデスリーガを制したが、そのチームの中で重要な選手となった。41試合に出場し8得点を挙げた。香川真嗣が怪我でチームを離脱して以降、クロップはゲッセを徴用し、 リーグ戦で6ゴール15アシストを記録。2004から05シーズン以降のブンデスリーガにおいて、18歳の選手として最高の記録を残した。ドルトムントでのゲッツェチームメイトの香川も、今季はゲッツェが核となると高評価している。2011DFL スーパーカップのシャルケ0 4オン戦に出場したが、チームは敗れた。2011年夏の遺跡史上で、 アーセナルからの4000万ユーロのオファーをドルトムント側が断った。2012年1月、股関節損傷と診断された。月への股関節の軟骨は炎症を起こしていた。2012年3月27日、ドルトムントと2016年までの新契約を締結した。この契約には3700万ユーロでの契約解除条項が設定されていた。月へは、 契約延長について、僕がドルトムントでどれだけ快適に感じているか、みんなが知っている。クラブが復活を遂げたというには、まだ遠い。僕は、この発展の一部になりたい。と話した。2012年4月、負傷から復帰したが12日のシャルケ戦では、出番はなかった。21日のボルシアメンヒエングラードバッハ戦で、故障は開発出場を果たした。 2011から12シーズンも、ドルトムントはブンデスリーガを制した。ドルトムントの記録した勝ち点81は、ブンデスリーガの新記録だった。また、DFB ポカール決勝のバイエルミュン編ン戦はこの2で勝利し、DFB ポカールのタイトルも獲得した。このシーズンは公式戦7得点を記録した。2012から13シーズン。 編集バルセロナのリオネル・メッシュとアンドレス・イニエスタ、シャビエル・ナンデスはトライアングルを形成しているが、古典的なコンビではロイスとゲッツェに勝るものはない。チャンピオンズリーグでアヤックスを破った方法には私を感動させた。私は彼らがミュンヘンで成功しないことを望む。フランツ・ベッケンバウアーシーズン初戦となった DFL スーパーカップのバイエルン戦は敗れた。 2012から13シーズンの、ブンデスリーが開幕戦のベルダーブレーメン戦で、途中出場し、ゴールを挙げて、勝利に貢献した。12月19日、DFB ポカール3回戦のハノーファー戦で、ハットトリックを達成した。2013年3月5日、チャンピオンズリーグラウンド16のシャフタールドネツク戦、セカンドレグで1ゴール1アシストを記録して、チームは3から2で勝利し、 2000、合計5から2で準々決勝進出を決めた。15年ぶりにドルトムーンとは準々決勝に進出した。準決勝のレアルマドリード戦セカンドレグで太ももを負傷し途中交代した。チームは0から2で敗れたが、2000、合計4から3でレアルマドリードを下して決勝に進出した。ウェンブリースタジアムで行われたバイエルン・ミュンヘンとの決勝戦は欠場した。 ドルトムントでの最後のシーズンとなった。このシーズン、ドイツ代表からのチームメイトで新加入のマルコロイスと強力な攻撃陣を形成した。ゲッツェは公式戦で16ゴールを挙げた。2013年4月23日、バイエルンミュンヘンが3700万ユーロでの契約解除条項を行使し、ゲッツェが7月1日に加入することを発表した。この遺跡によって、 ドイツ人選手の移籍金の最高額を更新した。同年夏の移籍市場で、メストエジルが5000万ユーロで、アーセナルに移籍して、再び更新した。クロップ監督は、ゲッツェのバイエルン移籍の理由を、ゲッツェがジョゼップ・グアルディオラの下でプレーすることを望んだためだと、語った。この移籍発表が、チャンピオンズリーグのレアルマドリード戦の36時間前だったため、 この発表のタイミングに不快感をあらわにした。後に、クロップ監督は、ゲッツェは、グアルディオラのお気に入りだ。と主張して、ドルトムントに残留するように説得する機会がなかったと述べた。この遺跡は、単にライバル間の遺跡だけでなく、ゲッツェは、バイエルン州出身とはいえドルトムント育ちでもあったため、ドルトムントサポーターは、この遺跡を、裏切りと捉え激しい怒りを買った。 背番号はドイツ代表で着ていた番号と同じ19番である。7月に行われたバイエルンミュンヘン入団の記者会見の席上で、バイエルンのスポンサーであるアディダスのライバル企業の T シャツを着用して出席する失態を演じた。同様の行為を行ったマリオ・ゴメス、ヤンキル・ヒホフと共に後日バイエルンにより罰金の処分を受けた。2013から14シーズン。 編集バイエルンでプレーするゲッツェ2013年8月11日 JL、江東 FC との親善試合で60分からミッチェル・バイザーとの交代で出場しバイエルンデビューを果たしたこの試合でゲッツェは2得点を記録して4から1での勝利に貢献8月24日 1FC、ニュルンベルク戦で移籍後初のリーグ戦出場となった 10月19日、マインツ戦に途中出場すると、1点ビハインドの状況から2つのゴールをアシストし、4から1での逆転勝利を演出した。10月23日、チャンピオンズリーグのビクトリアプルゼニ戦で移籍後初ゴールを挙げた。同じ試合で、バスティアン・シュバインシュタイガーのゴールをアシストしている。10月26日、ヘルタ・ベルリン戦に、 トニクロースとの交代で途中出場し、バイエルンでのリーグ戦初ゴールを挙げた。11月23日、フルスドルトムント戦に途中出場し、66分にトーマス・ミュラーのパスからアウトサイドでゴールを決めて、フルスのドルトムントから勝ち越し弾を挙げた。この時、フルスへの敬意から自らのゴールを祝うことはなかった。11月27日、 チャンピオンズリーグのチェスカ・モスクワ戦でその試合2点目のゴールを挙げて3から1で勝利した。12月7日、ブレーメン戦ではミュラーのゴールをアシストし、自身も試合終盤にゴールを挙げて7から0での対象に貢献した。12月17日、FIFA クラブワールドカップ準決勝の公衆日差し対戦では47分にゴールを挙げ、チームは3から0で、 公衆久次第を下して決勝に進出し、決勝のラジャカサブランカ戦では80分から途中出場して、チームは2から0で優勝した。2014年1月24日、ボルシアメンヒエングラートバッハ戦では、偽セ9番として起用され、先制点を記録した。3月25日、ヘルタ・ベルリン戦に3-1で勝利し、バイエルンはリーグ優勝を決めた。5月13日、 ハンブルガー SV 戦では2得点を挙げ、アシストも記録する活躍を見せた。5月17日、DFB ポカール決勝のドルトムント戦では、延長戦にも連れ込む中フル出場を果たし、チームは2から0でドルトムントを下して、バイエルンはシーズン2冠を果たした。このバイエルンでの初めてのシーズンは、2014から15シーズン、編集月世2014年8月13日、 DFL スーパーカップのドルトムント戦でシーズンをスタートさせたが、この試合は0から2で敗れた。8月17日、DFB ポカール1回戦の SC プロイセンミュンスター戦でシーズン初ゴールを挙げた。8月22日、VFL ボルフスブルクとのブンデスリーガ開幕戦では、62分までプレーした。9月23日、SC パーダーボルン戦で2ゴールを挙げた。 10月18日、ブレーメン戦で再び2ゴールを挙げる活躍を見せた。10月28日、フィファ・バロンドールの23名の候補者が発表され、ゲッツェは候補者に選ばれた。11月22日、ホッフェンハイム戦では、ロングシュートを決めて、その週のリーグ最優秀ゴールに選ばれた。2015年2月14日、ハンブルガー SV 戦でこのシーズン3度目の1試合に得点を、 記録した。4月28日、DFB ポカール準決勝のドルトムント戦で、PK 戦で PK を失敗した一人となり、バイエルンは敗退した。5月に、ベッケンバウアーは、ゲッゼのパフォーマンスの悪さやプレーに対する決意に、欠如指摘し批判した。その後、チームメイトのアリエン・ロッベンは、批判的な意見に対して、ゲッゼを擁護した。 選手として一定の経験をする必要がある。特定の状況に対してどのように対処するかということは選手として強くする。批評はあなたの成長にとって良いことだ。あなたはこの状況を戦う必要がある。と述べた。このシーズンは公式戦48試合で15ゴールを挙げた。2015から16シーズン、編集2015年8月1日。 DFL スーパーカップのボルフスブルク戦で84分から途中出場した。8月9日、DFB ポカールの FC ネッティング連戦でゴールを挙げた。9月16日、チャンピオンズリーグのオリンピアコス戦では79分から途中出場し、チーム2点目のゴールを挙げた。試合後、グアルディオラ監督はゲッチェのパフォーマンスを称賛した。9月22日、 ボルフスブルク戦でアシストを記録し、チームは5から1で勝利した。9月29日、ディナモザグレブ戦にフル出場し、ゴールを挙げた。10月4日、フルスドルトムント戦でアシストを記録して、勝利に貢献した。このシーズン公式戦21試合に出場し、6ゴールを挙げた。2016年7月21日、 バイエルンからドルトムントに遺跡金2600万ユーロで、さらにボーナスをつける待遇で完全遺跡で復帰することを発表した。2017年2月27日、内海による精密検査の結果、大社異常が発覚し、無期限のチーム離脱が発表された。2017から18シーズンは、リーグ戦23試合に出場するも、わずか2得点に終わり、 待遇に見合った働きをすることができず、同時に 2018FIFA ワールドカップの予備、登録メンバーへの選考も見送られた。2018から19シーズンに、リュシアン・ファーブルーが監督に就任すると、それまでトップ下にいた、香川真嗣から定位置を奪うことに成功する。新たに例トップのセンターフォワードとしての役割も、命じられ、26試合に出場7得点という、結果を残した。 しかし、翌2019から20シーズンは、一転、序盤は、出場機会を得るも、2020年1月にアーリング、ブラウト・ハーランドを補強したことで定位置を奪われた。以降はベンチが定位置になり、契約満了で、同年6月30日付で、トルトムントを退団した。2020年10月6日、PSV、アイントホー・フェニエ2022年6月までの2年契約で、 完全移籍した。初のドイツ国外への移籍となった。2014FIFA ワールドカップ決勝、アルゼンチン戦での決勝ゴール各年代の代表を経験し、U-17 代表では UEFAU-17 欧州選手権の優勝に貢献し、FIFAU-17 ワールドカップではチームトップの3ゴールを記録した。2010年11月17日に行われた。 スウェーデン代表戦で初めて A 代表に招集され、その試合でチームメイトのケビングロスクロイツと78分から交代で出場し、ウーベゼラー以来となる18歳の若さで A 代表デビューを果たした選手となった。また、この試合に出場したアンドレ・シュールレともに、東西統一後のドイツで生まれた選手として、初めてドイツ代表でプレーした選手となった。 2014年7月13日に、リオデジャネイロマラカナンで行われた2014フィファワールドカップ決勝のアルゼンチン代表戦で、途中出場のゲッツェは0から0のまま迎えた延長後半8分に、左サイドから上がったアンドレ・シュールレのクロスボールにトラップをして、左足で押し込み決勝点を挙げ、ドイツ代表を6大会ぶり4度目の優勝、ドイツ再統一後は、 初めてのタイトル獲得に貢献した。出場大会、編集試合数、編集国際 A マッチ52試合17得点ゴール、編集ボルシアドルトムントバイエルンユン編入 -17、ドイツ代表ドイツ代表。ありがとうございます。